日高よしみと、はい、日高ゆのです。あと日高ゆきのです。風があって気持ちいいです。動物とかあんまり近くで触らなかったんですけど、馬の乗馬体験をやって乗れたのでとても楽しそうでした。谷田市水産部会の中村ですけども、今日はあの谷田市観光まじつつりということで、部会ではあのウニとかホヤ、アワビを用意しておりまして出し入れしておりますので、今は旬なもんでね、市場に今年はあの海藻もありましてちょっと身が入ったと思います。はい、皆さんに喜ばれております。今日は天気の恵みもありましたもんでね、大したお客さんが行列ができまして、おかげさまで本当にありがたかったと思います。